演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら、公式ボーディングを使って安心するのが出しておきたいと思います。はい、これは美味しそう。はい、まずはこちら、昭和、平成、令和、年元号が書かれたどら焼きからいただきます。どら焼き、元号の汁が効果ありますように。ではどのどら焼きもふっくらとして食感の生地と中のあんこの爽やかな甘さがとってもマッチしていましたね。言語が変わっても変わらない味ということなのかもしれませんが、最後の抹茶クリームどら焼きも抹茶の濃厚な味がすっきりにふわっとなっておっしゃる。次はこちら、おはぎいただきます。あとおはぎの似たものとしてこういうポークの、ポーク餅っていうのもありますね。ではもうきなこ香ばしい。ではいただきます。こんな香ばしいきなこ食べたことありません。きなこがどれもすごく香ばしくて、今まで食べてきたどんなきなこよりも全然違いましたね。もち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 食感がふっくらしていてとっても美味しかったです。続きましてこちらです、いちご大福いただきます。ほら、もう甘酸っぱい香りがする。ではすごくみずみずしい。いちごはすっごくみずみずしくって中に入ってなんとさっぱり大福の生地でとってもおいしかった。続きましてこちらお団子いただきます。きな粉とかいろいろありますね。まずは定番のみたらしから、うわ、醤油の香りがすごい。香ばしいみたらし団子って初めてかも。きな粉はやっぱりこちらも香ばしいですね。で、みたらし団子は醤油の香りがしっかりするだけになく、焼き目にもちゃんと歯応えが出てくるみたいですね。それではラストはこちら、こちらのお餅いっぱい食べたいと思います。抹茶と草餅似てるけど違う、そんな感じですね。では草餅からいただきます。和菓子いっぱい食べたの初めてです。またやりたい。どの和菓子もとっても美味しかったです。どれもきっちりしていて、あんこの甘さがさっぱりしていて、これは他の和菓子ではなかなか食べないですね。こうしたお店で食べてやっぱり違いますね。一点和菓子をいっぱい食べてみなかったので、今回それができて嬉しいです。というわけで和菓子で新たな言語をお祝いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしてあげると嬉しい。演舞です。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。